兄様、お帰りなさ。兄様、どうしたんですか。それにルフィーナ、おはようございます。クレアさん、ああみんな気が流行っているようだ。再びアーズに行くとあって。そうなるよ、努力しよう。では、私は先に行っている。二人とも早く来るようにな。ねえ兄様、もしも全てが終わったら、前に言いかけたことちゃんと話してくれるんですよね。謁見室で陛下がお待ちよ。早く行きなさい。我が教国の勇敢なるわしよ、我々はいよいよボルド王国の首都アーズへと向かいます。幸いにしてアムルに潜伏していた城下町および神殿の襲撃犯たちは、先日一部の聖騎士の方々によって運よく発見され、捕らえられたとのことです。皆様、勇敢なる使徒に称賛を。これでアムルはようやく真の平和を勝ち取りました。しかしまだロアーナが平和になったというわけではありません。ロアーナが真の平和を勝ち取るのは、あのボルド王国に我が教国が完全なる勝利を収めた時のみです。しかし神は常に我らに微笑みかけてきてくださいました。今回の首都侵攻においても必ずやそうしてくださることでしょう。そして首都を制圧した時、私たちはいよいよあの魔族の居城に。ですが臆してはなりません。我々にはこのレシーナ大陸を光で満たすという使命があるのですから、必ずや勝利を収めましょう。未だ我が軍は
首都アーズの城門前でゴルド軍との睨み合いを続けている。城門は固く閉ざされたまま、向こうは少しずつ兵糧が尽きてきているので疲弊してきている模様ではあるが、少しも守備を弱める気配はない。これは敵ながらあっぱれといったところだろう。しかし両軍ともにこの膠着状態を続けるわけにはいかない。ここは我々が起爆剤となり、この状況を脱することが必要だ。すなわちまずは城門の突破、そしてその後に城下町においての戦闘となるはずだ。城下町内にほとんど全てのボルド軍が籠城している以上、この戦闘はまず避けられない。そして我々がアーズを制圧するためにも、我らが目指すのは首都アーズ、そして陥落させるべきはボルド城。我らが完全なる勝利を収めるまで決してこの地に戻ることはないだろう。今は前進あるのみ。必ずやボルド城に我が強国の御旗を翻らせるためにも、アーズ。おお、皆の者、聖騎士団が我らの元に来たぞ。これで我がロアーナ軍は勝利を収めたも同然だ。女神ロアフィーナに感謝を。えい、皆の者、ひるむな。聖騎士団など大したことはない。我らには魔騎士団がついている。必ずやボルスタットが我らに勝利をお導きくださるはず。アス、行くぞ。まずは城門の突破だ。気をつけろ。この道にはおそらく多くのボルド兵が。通れないことはないかもしれないが、もしかしたら別の道を探した方が良いのかもしれない。Thank you.
ー